ケまたまたまた久しぶり呼んでたね、なんかやった何もやってないけど、なんかカメラ持ってこいっつってね、まあ、とりあえず行ってみる、行ってくる怖いんだけど、普通に衣装書いた衣装書いてない、書いた方がいいかな手を写して写して一番忘れたのは風邪いくだろじゃあもう笑い事じゃないぞ、マジで、はい、笑い事じゃないぞ、どうしたんですか、どうしたんですか、どうしたじゃないってマジで、じゃあ本当だってオープニング撮ったんだな、撮ります、喋らんでいい、視聴者の皆さん、今日こいつらを公開処刑しますお前俺の車勝手に乗ったりするんだろ、乗ってるゲート、はいはい、これなんだ、うわうわちょ、マジだってよ、お前じゃねえ、今いや、僕じゃないっす、でもお前もこの間乗っとったろ、僕じゃないです、いや、これ乗っとったよ、お前ちょ、見て、ちょ、ほんと見て、えちょ、マジマジマジちょ、ほんとだって、マジでバレとるもんな、ほんとに外したわけじゃないよ、視聴者、マジでネタのためにやっとんじゃないよ、え誰これなんでこないの、ちょ、当て逃げか当て逃げかすぎもんすね僕じゃないっすよ、でもあ僕、ちょこっとこの辺回ったぐらいですもん、俺が乗ってる時なんで、このままになったら分かるだろ、それドカって言いますもんね、あドカって言いますもんね、言うだろ、はい、どうすんだって、僕らなんですかね、あ僕らなんですか、いやいやいや、じゃあ俺か俺だったら、じゃあぶつかったら分かるもん、当て逃げか、どっか置いてる、夜も朝来たんだっけ、どう、あとあ当て逃げだったらへこみますよね、うん、いや、知らないよ、そんなことは知らないですこんなの違うってこれ今お前高級車だぞお前、はい、へこんでも戻るんだってあそうボンネットとか全部あそうなんだ、うん、全部戻るだぞあそうなんだ当たり前だよ高級車高級車だよフランだぞお前日本の最高峰の技術だぞお前これは視聴者人を疑うのは悪いやつだ俺は悪くねえじゃあなんか俺本当に知らんもんこれ、ね、まあちょっと汚いけどこの間あったのいや見た感じ最近じゃかここちょっと汚れとるんでえ、うん、だけどお前何昨日乗っとったろお前じゃない昨日でもそんな当てられるような場所に止めてないですけどね僕まあ走っとって当てたんじゃない後ろですか走っててだって乗ってったわけあ乗りましたねえでも僕それか前のあれだよな先週のやつだよな日曜日のあの撮影だから先週ですか日曜日あれ撮影行ったわけでしょ、はい、で俺あそこ店入ってずっとお前、はい、車の中でお前もう終わりだねもうテロビ見てるじゃんお前テロビ見てるじゃんおい俺は編集、はい、いやお前じゃない僕じゃないですちょっと今日昨日のこいつだろか日曜日のあれじゃないのそうだけど杉本から LINE 来ましたねなんて透けちゃったけどどうしようってい送ってないですよマジでいや違います、まあ、笑い事じゃねえだろ本当にいや違いますじゃあ本当に俺茶番辞書の動画だから、はい、YouTube だからはいまあ切れとるでね俺ええー、と思って俺朝俺何これと思って家でな出る時にはいでも会社来てもう行ったろうと思って当たった感じはないけどなそうですねだけどこんないたずらかでもバーンってなんかこんな折れんだろ折れとるもんな、はい、いたずらっすかねあ？いたずらですか？お前のいたずらだろ、いたずら。いたずらじゃないです。マジで。お前の編集、はい、で、俺この動画またいじるんだろ、俺をクソじじい、人ばっか疑いやがってあっち騒ぎとか、ハゲとかしょっちゅう最近荒らしてるけど、お前俺の顔面荒らしてるけどどうなってマジであ？僕じゃないどうすんのどうすんの体ですじゃあお前の体なんかほぼじゃねえぞほぼだったらショーの体だけだ俺が狙ってるのはそうですかバラロンドーなんだろうなでもな本当にいたずらっぽいですよねあいたずらか当てた感じはねえなここなんかあるな あなんかあこれかここなシャカール
さしゃがる、まあ、こんなもんにかちゃんとダメんじゃねえぞお前ら、おい、まあ、とりあえずカメラ止めてミーティングな。はい、あお前、お前給料が引くぞ。え、マジっすか。え、でも保険で降りるんじゃないですか。またそれ龍神ですね。保険です。保険、保険は関係ねえだろーいって値段上がるだろって、何のために保険って言うんだこいつ、バカバカか、お前らが本当何でもかんでも保険使っとったらかんって言うんだよね。サビに中入ろうさ。申し訳あるか、申し訳あるか。とりあえず覚悟はしないから、まあいいかこれで。おい、あ、え、いけるかな。あ、何、何、何だって。お前、やっぱお前なら、なんか今コソコソって言っただろ今。いや違いますよ。何、僕じゃないです。何、誰、本当のこと言え。本当に僕じゃないです。何知ってることある。伊藤です。それかテラーだな、あいつよ乗るやん、このやつ。ああ、ミチさんですでしょ。お前やるやん。俺もクズだけど、お前もクズだぞ。本当にすぐ言うのな。人のせいに。うちの会社はクズ道場でした。クズ言ったらお前じゃないか。人ほっかけたかってな。まあいいよ、ちょっと、まあ、どういうのかあったらいいだろう。まあそんな感じです。もしよかったら、あのグッドボタンといいねお願いします。あ、あともう一個、求人道場と今外壁塗装のマッチング、塗装マッチング塗り替え道場出てくるからで応募してますんで、ぜひあの外壁塗装とお客さんマッチング、まだ本当にこれも無料でやるんで、まず登録50社ずつかな、愛知、大阪、東京ぐらいだったから、ちょっと一回サイト見てくれたら詳しくなるんで、とりあえず無料でやれるんで、そっちやってもらうのと、求人道場であの求人ぜひ出してください。で、あとは職人さんも本当ね、もう130、40で登録は300ぐらいまで来てんのかな。なんであのぜひあの求人道場、見に来てね、また活動して、まあ暇なところも結構みんなあるじゃん。だからせっかくなんであの求人出すと結構暇だから大変かもしれんけど、あの働き口もまあね繋がってきればいいかなと思います。こんなクズですけど。まあ塗り替え道場も随時募集しようよ。今と足場塗装シーリング、あの防水ね、防水はもうね、まあ、ちょっと手間受けしてできる人がいいかなと思ってる。塗装と防水シーリングはね、手間受けでやってくれる人を随時募集してるんで、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。またね。はい、カメラ止めてミーティングじゃ。バカ。シャワーのゴミや。あとお前も絶叫じゃ。ミーティングルーム、はい、精神のルーム、はい、社長顧問部屋、はい、顧問室行くぞ、カメラ飛んでこいよ。あの動きしたらやべえよ。そうですね、顧問室行くぞ。Yeah.